こんにちは、ふんぶんクロックデザイナーの土橋陽子です。今日は時計の教え方なんですけれども、幼児さんに時計の読み方を教えるとき守ってほしいことが一つだけあります。それは喋るときとそれから指を指すときを分けてください。必ずで、時計の読み方、太い針から読むよ。時計は何時何分までだから太い針2つを読むよ。赤いところが指しているところの数字を読みます。4を指してる。次に太いのはこれだね。0を指してる。だから4時ぴったり。